登場するんじゃない。包帯です。皆さんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんとおちゃんです。久しぶりのパパの海外シリーズ、温め好きの海外シリーズです。これね、最低でも1年以上経ってる。もう数々の YouTuber さんがやってたんですよね。のってんさんもやってたよ。でもパパがさっきみんなよりは早く買ってるって言ってた。もう買った速さが多分ね、パパ一番だと思うんです。これ買えないから取り寄せたのに。パパ毎回そう言うよね。パパが地球ゴミと目玉ゴミは後で買ったけどね。はい、じゃあ今日はね、これね、はい、開けていきたいと思います。開けていこう。はい、じゃあまーちゃん、おーちゃんに任せます。これ、はい、他のこれ、じゃあ他のものちょっと一回見てください。私たちがメゾピアノの洋服とコラボしてるよ。チェックしてね。なんすかこれ。あ、取れた。あ、入った。え、そんな中あんの。あ、爆発するんじゃない。爆発しないわ。すごい、キラキラしてる。なにこれ、めっちゃ可愛いんだけど。開けられない。どこからあげんの。これは実は海外の爆弾パズルです。マジで開け方がもうパズル的なんです。開け方がパズル系大好きなんだ。なんだよ。あった。開けちゃう。で、なんか出た。切ったら空気がスーってなるやつじゃない。あ、確かに。見た、見ました、今見ました。わーって、わーって、めっちゃいい匂いする。外国のおもちゃって大体いい匂いするよね。なにこれ。ワンダンシー。わー、痛い。爪に貼るやつじゃねえか。ほんとだ。ほほほ、今涙ほわーってなってる。ほわってなってる。あ、二人違うんだね。おーちゃんの何、ウサギ。まあ、ウサギっぽいな。おーちゃんのどんな匂いですか。なんだろう、入浴剤でありそうな匂いだな。入浴剤の匂い。分かりにくい。誰や。もう誰や。誰や。誰。お前誰。めちゃくちゃ滑った。すごいこれ。なんかこれ大きいのとかいろんなのいろいろそうだね。流れてる。ね。綺麗これ。これはこれだけ？かな。何の人知らずのなんか買ってんの。いや、もうな、時間が経ちすぎで忘れたもん。コレクターズガイド。でもレアではないね。これラージパックって書いてあるから、大きいやつは6種類ってことでしょ。その顔何？なんか挑んでんの？優しく。でんでんみたいな。これね、もう一個あったから開けるね。開けてください。じじゃん、じじゃん。うん、アップルペン。パイナップルペン。アップルペン。うん、ペッパイナップルアップルペン。滑った。これは誰でしょうか。猫ちゃんですね。猫ちゃんだろう。猫ちゃん。尻尾長いね。うん。尻尾長い。尻尾長い。本当だ。こっちも普通の尻尾。尻尾短い。包帯です。これはなぜ包帯なんでしょう。こんな包帯はあるのでしょうか。ちっちゃめのやつをやります。これがレアっぽいから、これを先に開けます。うん、はぁ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 。今同じタイミング。パッケージにこの子を手首にこうやってつけるっていうのやってた。香水かな。なにこの匂い。
ポンってやったら匂いつく。かぶってないよ、ほら。めっちゃ匂いついた。めちゃくちゃ匂いついた。髪つかない？髪つく。髪ついた。どれどれ、ついた？え？みんなつくの？こ、おっさんの手ですけど。おっさんの手ですけど。はい、じゃあこれをちょっとね、やってみます。ポン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 。よくわからん、わかりづらいのね。こいつのことどこ行った？めっちゃ可愛い。顔につけるやつじゃない？これなんか。え、それはさ、顔に貼るシールなんかな。どうどうどう、可愛いでしょ。第三の目。第三の動物。はい、じゃあ次、レイヤーという説のレイヤーみたいなやつ。ロボトルを開けてみようか。これは絶対レイヤーだと思う。ね、絶対レイヤーだと思います。あ、ここラメいっぱい入ってんだ。かわいいね。かわいい。ね、これ何か入れればいいんじゃない？ね、確かに。これになんか宝石とか入れてるね。これの中身取り出してスライムの中に入れたい。キポーン。なんか丸いんだけど。おーちゃんのシールじゃないっぽいね。いっせーので。え、なんかすごくないこれ。今までと違うね。ヘアゴムじゃないの？手首つけないですよ。なんで？え、知らないの？え、こんなん知らないよ。こんなんあるの知らないよ。ちょ、待って。ほら、開けましょうか。せーの、じゃん。あ、お、わ、おわ、お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 、こいつめちゃくちゃ匂いする。すごいいい匂い漂ってきた。いい匂いです。これあれだ、キャンディーみたいになってるゼリーのお菓子あるの分かる？なんか昔ながらの外側にザラメの細かいみたいなやつが蒸してあってゼリーのやつ、寒天の匂いがする。まー、あ、ちゃん出たやつ、後ろに尻尾がついててさ、ライオンに見えるんだよね。これはおーちゃんなら出たやつね。ペラシカみたいな。おーちゃんはレアです。え、おーちゃんレア出たんだ、すごいじゃん。だからこれ出たんじゃない？そうだね、レアだからそれ出たんだね。まーちゃんとかわかんない。普通、まーちゃん。コモンってなっ、あけまんご。あけまんごね。あけまんご、シームス。これずっと何なんと思うの、これね。パッケージずっとなんかこれをうならしてるみたいな。プルってなってね。おならすんのこれ。おならプルッ。よしない、めっちゃいこれあんまりいい匂いしないよ。だからのじっちゃん。あれ、1年寝かした匂いする。お花の匂い。野生のお花。野生のお花。花粉症のパパにきついな、これ。じゃあ行きますよ。はい、一斉の、だれ、パカッ、パカッと開けて説明する。ピロリン。これ思うんだけど、あの、開封する順番間違ってない？ちっちゃいから言った声分かんないかな。どんどんテンション下がってんの。これおーちゃん出たものですね。なんだろう。私スーパーレア。ということで、今回は海外シリーズ1年以下がつたたたたたやつをやってみたけど、どうでした？楽しかったです。楽しかったです。シールじゃないものが出て嬉しかったです。まーちゃんはどうでした？グッドボタン押してね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ひまわり咲いたらじゃんけんぽい。皆さんは気を出しました。勝った人は明日。面白いおもちゃで遊べるかも。面白かった？あ、はい。次もひまわりチャンネルの動画を見てね。見てね。また会いましょう。お前を売られなってやる。さあ
まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。